のぞみちゃん、なんか僕どこか変わったと思わない？白髪染めた？そうやね、最近なんかね、鼻毛も白髪なってきてね。違うわ、もっとよう見て。二重に整形した？そうやね、もともとね、奥二重で、誰が豚やねん。違いますよ、僕はね、ダイエットしてね、2キロ痩せたんですよ。2キロ、すごい。そう、ね、一番痩せたん歯茎、まあ、すごい困りましたよね。ダイエットじゃないけどね、2キロね、ほんまに2キロ痩せれたとしたら、どうやって痩せれたか教えてほしいわ。琵琶湖岸をね、ランニングしてたんですよ。ほう、これ1ヶ月前からね、初めてね。食欲の秋でブク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 太ってきたから、一緒にやろうかな、ランニングダイエット。それはあなたはあなたの独自のダイエットあるじゃないですか。待って、恋して痩せて、そして、振られて焼け食い、恋して痩せて、振られて焼け食いってね。南さん、誰が失恋ダイエットは、マスターが今日も失礼です。焼け食い、悪気はないんですけどね。でもハラスメントって言われても仕方ないかもしれないですよ。ひどい、ひどい、ひどい。まあランニング始めたって聞いてちょっと驚きましたけど、意外でしたね。どうせ三日坊主ですよ。もうやめちゃうんだ。多分ね。まあランニングですとかウォーキングなんかは誰もが気軽に始められますし、健康志向も高まっていますから、ランニング関係のこの需要っていうのも増えているそうなんですよ。増えてそうです。はい。さあ、ということで、今回のビズラボなんですが、前原市に本社を置くスポーツウェアブランド株式会社ニューハイツをご紹介します。特にランニングウェアを中心に、ランナーにとって最良のものづくりをされている企業なんです。今日はスタジオに社長をお迎えして、詳しくお話を伺っていきます。前原市のスポーツウェアブランドですか、はい、どんなお話が聞けるか楽しみです ね、まさにスタートアップ企業なんじゃないですか。おお、はい、それも楽しみ、はい、滋賀経済の今を伝える滋賀経済ナウ、用意スタートです。滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回はスポーツウェアブランドを展開する株式会社ニューハイツをご紹介します。そして今日は代表取締役の長谷川直樹さんをゲストにお迎えして、直接お話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。長谷川さんも大変お若いのがもう分かりますし、あととっても爽やかなんですよ ね、あのウェアもすごい似合ってらっしゃいますけれども、はい、今回のスポーツウェアということなんですけれども、ニューハイツさんはどんな会社なんですか。はい、2019年に妻と2名で、立ち上げました、滋賀県前原市のスポーツウェアブランドになります。あ、まだ4年ですか、はい、すごいですね。なんかスタートアップ企業の星っていう感じですよ ね、 そうですね。すごいすごい、はい、あの今はですね、こう事業展開としてはその滋賀県米原市を中心にされてるんですか。そうです、本社所在地が滋賀県の米原市にありまして、はい、ただ今自分たちが活動しているのが、東京の方にあるんですけど、ただあの滋賀県の企業として今後も本社の所在地は変えずに、あの滋賀県の会社としてやっていきたいと思ってます。あ、なるほど、はい、嬉しいです ね。そして今ちょうどこの会社名とそれからロゴですよね、はいはい、ありますけれども、ニューハイツさん、あの読み方すごくあのおしゃれだと思いますけれども、はい、どんな社名の由来があるんですか。こちらの、ブランド名が英語でさらなる高みであったり、はい、未踏の領域といった意味を持っているんですけど、はい、我々の製品をして使用してもらうことで、その人自身がパフォーマンスだったりモチベーションが上がるようなあのものづくりを心がけています。はい、いいですよね、やっぱ身につけてらっしゃる方の成長と、はい、あとこう御社の、ね、ニューハイツさんの成長とかずっとこう、はい、ベクトルが一緒になっていくっていうことですよね、はい、ロゴも特徴的ですよね、はい、これ鳥ですか。これが、羽ばたきと前進を表現したロゴになりまして、はいはい、あの何か特定の動物というわけではないんですけど、あの、まあ、鳥であったりとか
何か獲物を追いかけるような動物が前進している様子を掛け合わせたロゴになっています。ああ、なるほど、分かりました。右側の方を見ると、うん、はい、鳥というよりは確かにその陸上動物を思わせるようなね。そうです、速く走る、そうそうそう、チーターとか、なんかそうですね、はい、ニューハイツさんは妻と2人で立ち上げたっていうことだったんですけれども、はい、どういった経緯で立ち上げられたんですか。はい、都内の服飾の専門学校の同級生でして、自分が、学校を卒業した後に都内の服飾の OEM メーカーで営業と生産の仕事をしていた中で、スポーツだったりアウトドアブランド の生産をやりつつ、妻は、スポーツブランドでデザイナーをしていたので、お互い得意分野は違う中でこういったブランドを作りたいっていう気持ちがあったので2人で一緒にスタートしました。出会いは服飾専門学校の時ってことなんですね。そうですね。その時から、はい、なんですかね、起業の意識っていうのがあったんですか。はい、もともと自分が、小学生から高校までずっとサッカーをやっていた経緯があって、はい、高校3年生でサッカーは引退してしまったんですけど、その後都内の専門学校に行った時に初めて住んだ場所の裏が多摩川だったこともあって、サッカーをやめた後に何か運動しないといけないなっていう時に、その多摩川でランニングをスタートしたっていうのもあって、なので自分がそのスポーツブランドをやるんだったら、まずはまあどんな人でも始めやすいランニングからしたいなと思って。それ2人共通の目標になったわけですか。そうです。妻もランニングだったりヨガをやっているので。ヨガ、はい、すごい、ヨガですか。2人ともすごいプロフェッショナルですよね。はい、はい、お二人 の, その役割分担というのはあるんですか。はい、基本2人ともデザインから、設計からやっているんですけど、自分の方が、アウターだったりとか、不発系のアイテムをメインに担当していて、はい、妻の方がもともと競泳水着のデザイナーをしていたこともあるので、コンプレッションウェアって体に貼り付くようなウェアだったりを担当してもらってます。貼り付くピタッとコンプレッションウェアっていうんですか。あ、そうです。あれはやっぱりその通常の不発、こういった素材と違ってその筋肉の動きだったりとか、はい、そういったのを考慮しないといけないところが多々あるので、うん、そういったところは妻の方が得意なので、お互い得意分野が違う中で役割分担はしています。ちなみに多摩川っていうと東京都の多摩川のことですよね。はい、そうです。私多摩川結構ゆかりがありますですね。はい、出身が東京都の調布市ってところなんだけど、多摩川ってですね、はい、すごくこう長い川沿いで、うん、サイクリングランニングされてる方すごく多いんですよね。多いです ね。やっぱり都内だとその気持ちよく走れるコースってのもある程度限定されているんですけど、はい、やっぱり多摩川とかそういったところって信号もなくてひたすらまっすぐ走れるコースが整備されているので、東京のランナーにとってはすごく走りやすい場所だなと思います。でどんなランニングウェアなのかすごく気になるんですが、はい、それがこちらでございます。はい、はい、あ、スタイリッシュですね。はい、特徴を教えてください。はい、スポーツウェアっていうのがスポーツをする時の、機能服であるので、機能美を意識しながらデザインを行っています。で機能美っていうのが、例えば体が動きやすかったりとか、こういった場所にストレッチ性が欲しいとかっていうことなんですけど、それをデザインに表すときにいかにスタイリッシュに落とし込むかっていうのを念頭に設計しています。もう色が綺麗ですね。でもこう自然に溶け込みそうな色です ね。走っててもね。 ありがとうございます。今着てらっしゃる、その長谷川さんが着てらっしゃるのもスポーツウェアなんですよね。はい、こちらはもうランニング用のジャケットになるので、山でも街でもどちらでも着ていただけるような商品になっています。ちなみにこちらはですね、はい、オールシーズンで着れるものなんですか、それとも季節によって出している色合いですとか、はい、ちょっと変わっていくものなんですか。はい、今、展開している商品がこちらの商品が2023年の秋冬モデルの商品になっているんですけど、はい、秋冬商品は比較的そのトーンを抑えた製品転化を行っているんですけど、反対に秋冬、あ、すいません、春の商品に関しては比較的まあそのモチベーションが上がるような明るい色使いだったりも意識して通年通して着れるような商品も展開しております。ウェアが可愛いと気持ちが上がりますし、うん、きっとそれはトップアスリートも同じなんじゃないかなと思うんですけども、実際にニューハイツのウェアを愛用されている滋賀県出身の走り高跳びの瀬古優斗選手にお話を伺っています。ご覧ください。僕は、滋賀から世界を目指しますし、ニューハイツさんも滋賀からもっと全国に
もう名のとどろくような今あのブランドになっていただくような形で一緒に頑張って一緒に成長していこうというようなところからニューハイツさんを選ばせていただいたんですけど、着心地はどうですか？そうですね、あのすごく着心地が良くて、これとかスパイク履いてる時って裏にあの突起があってピンがあって、普通のやつだとあの引っかかって脱げないんですけど、これがここもあるんでスパイク分ちょうど出たら一気に脱ぎやすいっていうような、引っかからずに脱げるんでめちゃくちゃお気に入りですまあこれだけこれだけじゃないですけど、やっぱりあの着心地もいいくて、でシンプルなんで、シンプルなあの機能美じゃないですけど、そんな無駄に派手派手してないというか、そこもいいポイントというか、なんか街に溶け込む感じじゃないですけど、そこも着心地もいいしお気に入りですはい、いいところがあります、はい、こうお互いがお互いを応援する、はい、いい関係ですね、はい、瀬古選手は、うん、弊社が唯一サポートしているスポーツ選手でして、はい、同じ滋賀県で出身であることと、うん、まあ、少しランニングとカテゴリーは違うんですけど、はい、そのひたむきに新たな高みを目指されているっていうところに、うん、すごい感動して、あの一緒に取り組みをさせてもらってます。はい、そうですか、はい、ね、貴重な存在ですね、はい、もうまさにね、ニューハイツさんそのものを、うん、瀬古選手体現されてますよね、はい、お互いさらなる高みを目指そうという意味合いも込められているので、どんなことに一番気をつけてますか？はい、まずはランニングウェアなので、はい、ユーザーさんが使いやすいあの機能性を意識して作っているんですけど、うん、その機能性だけではなくて、その使ったユーザーさんのモチベーションが上がるようなデザインっていうのもすごく意識して作っております、はい、やっぱりその機能性っていうのは着てみないとわからないところなので、うん、はい、一番最初に手に取ってみたいデザインだったりとかカラーリングっていうのがとても大事だと思うので、うん、そういったところもあの一つのスポーツウェアが選ばれる理由かなと思います。そんな長谷川さん、あのニューハイツさんは、はい、最近新しい素材の製品を発表されたそうですね、はい、そうですね、はい、ちょっと見せていただけます？はい、こちらの、デオガニクスという素材名なんですけど、はい、こちらが、まあ、完全なるそのスポーツシーンに特化したような素材ではないんですけど、これの大きな特徴が、絶対に匂わないというのをコンセプトに作った素材になりまして、はい、素材がオーガニックコットンとトウモロコシとユーカリの3種類で構成されていて、でこれが何回洗っても機能が落ちずに、うん、半永久的に繊維がある限り効果が続くっていうのがあの新しい素材になります。匂わない？匂わないです。あ、しなやかですね、はい、気持ちいい。そんな素材なんだ気持ち、匂わない？そうです、これが例えば、うん、自分が実験したので言うと、うん、真夏の炎天下にこれを着て、うん、あの20キロぐらい走って、はい、汗だくになってしまった場合でも、うん、まあ、外にちょっとハンガーで吊るしておけば、うん、絶対に匂わないっていうのは自分で走っても実感している機能なので、着て汗だくになりました、はい、洗わないで、はい、そのままの状態でハンガーに干しておきます、はい、それで消臭されていくような素材を使っているということですか？そうです。で、着心地にもすごいこだわってますので、はい、一回その袖を通してもらえればすごく気持ちよさが分かっていただけるかなと思います、はい、なんか上質なコットンみたいな感じ。あ、そうですか、はい、天然素材だけで構成されているっていうのもあるんで、はい、まあ、機能だけじゃなくてしっかりと物として耐久性が出るように、ブレンドだったりとかその寄り合わせをすごく3年ほどかけてやっと出来上がった素材にはなるので、はい、3年ですか。すごい開発期間だな、はい、世の中には安価なスポーツウェアもあります、はい、まあ、買って飽きたら捨てちゃってっていうことが世の中には多いと思うんですけど、はい、やっぱりいい素材のものを気に入ったものをずっと使うっていうのは、うん、SDGs にもつながりますね。そうですね、作る責任使う責任ですよね、はい、じゃあ今後のニューハイツさんの展開について聞きたいんですが、はい、課題になっているところって何でしょうか？はい、そうですね、やっぱりそのものづくりから始まった会社ではあるので
ものを作ったり、設計することは得意な分野ではあるんですけど、その出来上がった商品をユーザーの方にどのように知ってもらうか、どのように届けていくかっていうのがまだまだその発展途上の段階なので、うん、今後はしっかりそちらの方にも注力していって、もちろん滋賀県の企業なので県内の方にもこういったブランドがあるっていうことを知ってもらいつつ、その日本中の皆さんにもこういった新しいランニングウェアのブランドがあるっていうのを知ってもらえるように頑張っていきたいなと思ってます。すで、うん、にいろんな製品を出されてて、はい、もう販売もされていらっしゃいますけれども、はい、今後どのような展開を考えていらっしゃいますか。はい、現在は、ウェアだったり、アクセサリー類の販売が中心になってはいるんですけど、今後はランニングのシューズの開発にも取り組んでいきたいと思っています。はあ、もう全身ニューハイツさんになるってことですね。ついにそれを目標にしています。で、本社を滋賀県に置いているということですから、はい、前原にね、はい、こうランニングの聖地になったらいいですね。そうですね。ただやっぱりランナー同士の横のつながりだったりとか、ランナーが気軽に寄れるランニングステーションっていうのが琵琶湖周辺にはないので、そういったところが、自分たちがスポーツウェアブランドを展開する中で、そういった施設とか店舗を構えることによって、滋賀県にもこういったスポーツでランナーが寄れるような場所になってくれればいいなと思っているので、はい、滋賀県も、ね、健康滋賀でとか環境先進県でもありますから、そうですね、そういうのを望んでいる方はいらっしゃるんですけど、うん、その場所が少ないからですね、ぜひ、ね、それを作っていただく、うん、なんか原動力に張りがさなっていただきたいですよ ね、うん、ね、ポテンシャルはすごく秘めた場所だと僕は思っているので、はい、ランナーが本当にその滋賀県に走りに来て、その走った後にじゃあ提携しているそのご飯屋さんだったりとか、その銭湯までもその一連となってそういった動きができるんであれば、県内がもっともっと盛り上がっていけるようなムーブメントが起こせるんじゃないかなとは思っています。いや、前原ぴったりじゃないですか。伊吹山を見ながら気持ちいいなって走って、ね、美味しいお蕎麦食べて、うん、お風呂入って、はい、これからますます楽しみですね。はい、はい、滋賀県初のスポーツブランドとしてニューハイツさんのご活躍、はい、これからもますます注目していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、ビズラボでした。及久保さんに経済ワードや注目のトピックスを解説してもらうビズログです。さて、今回のテーマは、はい、今回のテーマはこちらになります。スポーツ用品市場の動向ということなんですけども、はい、今回ですね、うん、ビズラボでニューハイツの長谷川さんにお越しいただきましたよね、はい、でやっぱりお聞きした内容にも関係するわけなんですけれども、うん、今スポーツがものすごく盛り上がっていますからね、うん、はい、特に今年は野球でしょう、バスケでしょう、そしてバレーボール、ラグビー、陸上など大きな世界大会が目白押しでしたよね。いや本当に、そしてね、今は健康ブームもうずっとこう続いてるじゃないですか、はい、で南さんおっしゃったようにスポーツも盛り上がってる、うん、そしてアウトドアの人気も高いんですよね。確かに。早速ですね、ちょっとこちらをご覧いただきたいんです、うん、はい、スポーツ用品の国内市場の規模になるんですけれども、うん、ずっと来てまして、一回落ち込んでまた上がってきてると。2020年はやはりコロナの影響で、ガクンと落ちましたけれども、2021年からまた徐々に上がってきてますよね。いろんな業種がですね影響を受けたんですが、このスポーツ用品に関係するところだと、屋内施設ですね、特に3密の回避ということで、フィットネスジム のお休み期間が長くなったり、やっぱり事業をですね続けるのが難しかったので、はい、ちょっと不振が続いていたんですよね、ところがその後ですよね、やっぱり2023年にもなりますと、うん、行動制限の緩和、それからインバウンドの需要ですね、こちらも回復傾向にありますから、はい、やはりスポーツ用品の需要もだんだん増えてきていまして、見ていただくとね、19年まだコロナの前ですけれども、それよりも今の方が大きいんですよね、市場規模リバウンドで。そう、大変注目されてるんですよね。大きい市場なので、ビジネス界も注目してるってことなんです。この市場動向っていうのは日本だけじゃなくって世界でもそうなんですか。そうなんですよ、世界がやっぱりすごくてですね、はい、2022年の世界のスポーツ用品の市場なんですけれども、なんとですね800億米ドルなんです。はい、はい、とてつもない桁なんですけどね、はい、これ1ドル150円換算で考えますと、およそ12兆円になるんですよそれぐらいの市場なんです。およそ12兆円ある市場の中の2兆円ぐらいの市場を占めてるっていう日本の市場もまた大きいなとも思いますよね。なるほどね、うん、
もう国家予算並みの規模ですね。そうすごいですね。そうですね。何十兆円の世界ですからね。はい、じゃあなぜこれ国内でも、うん、そして海外世界でもこれだけスポーツ用品の市場が大きくなってるか、その要因ってのはあるんですよね。何でしょう。はい、その要因がいくつかのあると言われてまして、はい、ご覧の要因がですね関係してると言われてるんです。はい、まずですね、パーソナルスポーツの普及ということなんですけど、はい、パーソナルスポーツというのは例えばニューハイツさんもありましたよね、ランニングですとか、はい、それからウォーキング、そしてヨガ、水泳、筋トレ、うん、で登山などの一人で楽しむことができるようなスポーツのことをパーソナルスポーツって言うんですけども、はい、やっぱり今普及してるんですよね。あ、密にならないですからね。そう、そしてこれ国内のアスリートが世界中で今活躍してますよね。ね、もう大活躍ですから、うん、これもやっぱりこれをきっかけに、あ、この選手になりたいからスポーツしようかなって方が増えてきていますし、EC サイト、はい、インターネットでスポーツ用品を買うことができていますから普及してます、うん、アスリートの活躍っていうのもね、はい、憧れるのをやめて自分も頑張ろうって思いますよね。なります ね、 はい、そうですか。ご当地マラソン大会なんかもね人気すごいですし、走る楽しみっていうのもありますよね、はい、みんなちゃんと分かってるんですよね、うん、ゲストに出ていただいたニューハイツさんはランニングウェアを中心に展開されているということなんですが、この時代の流れに乗っているとも言えますね。確かに。で、私には思うのが、うん、スポーツ用品市場じゃないですか、はい、自分がスポーツランニングしようと思ったら、うん、どんなこうスポーツブランド、スポーツウェアブランドを着ていこうかとか、うん、どんなシューズ履いていこうかな、それが気になりますよね。ニューハイツ、はい、ニューハイツ、そう、そうなってほしいんですよね、はい、今じゃあどういう市場になっているかというのをちょっと見ていきたいですね。はい、それがこちらなんです。スポーツ用品業界の売上高とシェアのランキングなんですけども、うん、まあ、予想通りかもしれませんね。第1位はアシックスからずっと続いていて、はい、これ第3位のグローブライドという会社はですね、はい、ゴルフ用品ですとか、うん、それから釣り具、こういったですね用品を扱っているそうなんですね、はい、第1位のアシックスは、うん、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、はい、今すごいのが欧米ですとか、うん、東アジア、オセアニア、つまり海外地域への展開非常に積極的でして、うん、海外売上高がですねこの10年で2倍以上になってるんですよ。海外に活路を見出してそこに進出して成功してるっていう企業が多いんですね。なるほど。こうやって見てたらアシックスも神戸創業でしょ、はい、あと水野も大阪創業でしょ、島野も大阪堺ですし、はい、いや関西勢頑張ってますよね。本当ですよね、うん、そうだから関西から世界にってことは、はい、ニューハイツさんもそうですよね、はい、滋賀から東京、滋賀から世界に、これ全然夢じゃなくて現実に起こりそうじゃないですか。そうですよ ね、そういう期待が持てますよね、はい、このスポーツ業界はこれからもますます拡大していくんじゃないでしょうか。可能性が広がる市場ですから、このランキングに今日ご紹介したニューハイツさんが上がってきてくれることに期待したいですね。以上、ビズログでした。続いてインフォメーションです。希望の光が見えてきたかもしれません。昨年の10月に番組でもお伝えした旬がぶどう種子成分の研究成果を報告する記者発表会が9月22日に開催されました。京都大学医学部鍋島研究室と徳島大学宇都研究室によって2020年からおよそ3年実施された研究で、旬がぶどう種子成分を用いることで抗がん剤の効果を高め副作用を大幅に減らす可能性があると発表しました。京都大学の鍋島教授は、旬がぶどう種子成分には秘める力と驚くほどの可能性があると語りました。この成分の開発元は長浜市のベンチャー企業株式会社フィジカル。フィジカルは植物の種子を主とした製品の開発研究に力を入れるバイオベンチャー企業です。滋賀県初の企業ががんの研究治療の未来を変えていくかもしれません。希望が見えますね。はい、もうがん治療をですね、新しいステージに導くための画期的な研究発表内容だと思うんですよね、はい、でおっしゃったように旬がぶどう成分のですねメカニズムをさらに解明していくための研究を今後も続けていかれるそうなので、そこにも期待が高まりますよね。はい、期待しかないですね。はい、はい、期待しかないです。この後はエンディングです。いかがでしたか、滋賀経済の、はい、もう
ニューハイツ長谷川さんのお話を伺ってますとね、着る方のシーンですとか走る場面、ストーリーが想像できるんですよね。これからの楽しみですよね。のぞみちゃんはどうでしたか？私はあれが欲しいです。匂わない T シャツ、汗をかくアウトドアデートとかに絶対着たいなと思いました。マスターはどうですか？ランニングとかけまして、はい、どうしても行きたいイベントの電話予約がなかなかつながらなかった時と解きます。ほう。その心はひたすらかけ続けていきます。なるほどね。すぐしんどくなりますよね。かぶっちゃった、ごめんなさいコメントが。滋賀経済ナウ、次回もどうぞお楽しみに。強行突破、これでよかったんですか？いいと思う、勝手、はい